イタイア・キ十一11月26日隊は、日本の放送制作スタッフ。朝日放送のラジオディレクターや、テレビプロデューサーを経て、役員として、番組編成やイベント事業に携わる。神戸市垂水区出身。兵庫県立北、スマ高等学校、関西学院大学文学部独文化卒業。1984年、ABC に入社。採用されたことに関し、 本人は入社試験の小論文で、デビッド・ボーイのことについて述べたのがこうそうしたのではないかと実感している。同期入社に、アナウンサーの三大沢孝二、松原博樹がいる。誠のサイキック青年団及び、ABC アシッド映画館で番組発足当初から、ディレクターを担当しながら、パーソナリティの一人として出演していた。テレビ制作部門に異動となったのを機に、 いずれの番組も出演をやめ、裏方に専念するようになる。後に編成本部へ移動し、ABC テレビの漫才特番、M-1 グランプリの制作に携わった。その後は、編成局企画戦略部次長を経て、2010年11月1日より、総合ビジネス局イベント事業部長、独身、身長165センチメートル、誠のサイキック性年段内では、 二万円を出せば何でも喋るという触れ込みで D マン野郎と呼ばれていた。ABC アシット映画館では直伏せ、ボンちゃんの名で出演していた。国内外の音楽に造形が深く、自身でも趣味でバンド活動をしていた時期があった。誠のサイキック性年団内で他ではかからない、かけたくないという今週の一曲の選曲を行っていた。方角では 岡村康之、電気グルーブを好んでいる。雑誌、テレビブロスにコラムを連載していたことがある。ありがとうございます。